The Makers Season 1ラウンドテーブルへようこそインフィニティデザインシニアデザインディレクターの中村大輔です本日ご紹介するのは小菅達之さん中川修二さん堀木恵里子さん八木孝博さん辻徹さん,徹さん松林光斎さんです皆さんお集まりいただきありがとうございます早速ですが始めましょう皆さん日本の伝統工芸の今と これかからにについてどのよううお考えでしょうかそもそもやっぱ生活道具が多いと思うんです伝統工芸って。であのコロナでやっぱりあのみんながみんなこう少し立ち止まって日頃の生活を考え直す機会がすごい増えたと思うんですよね。でやっぱその中であの日頃使う道具っていうところで伝統工芸もすごくあの、まあ、見直されてるっていうかやっぱり目を向けていただける機会が増えたのかなと思いますし。でやっぱり そそもそも生活が変わっていった時に何かあの当然淘汰されていく形もありますけどやっぱり新たに価値を見いだされるものもあるしそこはまあその中で,でやっぱり僕らってやってきてることっていうのってすごくあの続いてることっていうのをやっぱり背中に背負ってて変わらないまま変わってるっていうかそういう部分っていうのも一つ あるなとは思うんですでもその変わらないまま変わってることがなんか一巡していってすごく新しいことに見えてきたりとか、うん、そんなことをあのちょっと前だったらこちらが小かに言わないとなかなか見てもらえなかった時代だったなと思ってるんですけどここ最近ってそれをもうあのほっといてもちょっと見てもらえる、うん、そんな世の中になんか変わりつつある中がなんかすごい未来に対しての僕らにとって希望かなと 思います、ね。うん、新しいその僕、伝統工芸品っていう視点で見るんではなくて、普通にあ美しいものだ。そうそう。ものとしてね、そのアートとか工芸とかではなくて、あこれは美しいというその感覚、それが言って、もう皆さんもまあって、まあ繋がっていくこの波動みたいなのは。 この二千二十二年という時代やからこそ起きていることなんかなと思ったりしますけどね。そこで難しいのがまああの古い職人さんとかはやっぱり本物っていうことをすごく大事にしてて、うん、何が本物で何がそうじゃないのかっていうところの、うん、その概念みたいなものが。うん あの必要なのか必要じゃないいのかかとうころから含めてねなんか何を本物として目指していくのか何を未来に送っていくのかじゃあ偽物って本当にそれは偽物なのかっていう実はそれもある意味違う意味での本物じゃないかっていうようなねなんかそのクオリティをどう考えるかっていうことについてもすごくその物の言い悪いの判断ってあの広い意味で難しくなってきてるなっていうのは感じるんですけどね。 やっぱりどの時代どの時代もその時代時代に合わせて作り込んで、で、やっぱりお客さんに支持されて、その時代時代に持てもらえるもの、開花道線がずーっとお茶筒からブレないっていうことをやってきたからこそ、お客さんがファンになりって。そうですね。やっぱりなんか、その、 モダンっていう表現ってあるんですけどじゃあモダンじゃない時代って存在するんかって言ったら絶対そんなことはなくてその時代その時代を常にそのモダンがあるので、まあ、我々だったら朝日焼きっていう一つのなんかやっぱりこう個性みたいなものはあってもそれに常にその時代のモダンその時代の投資のまあ個性みたいなものが掛け合わさってできていくんで逆にそれを前のことをやってたらいる意味ないやんっていうことにはやっぱりなってくると思うんで。 まあ、そういう意味ではね。私だけが皆さんとちょっと違うんですよ。なぜかというと私創業者なんですね。で、自分であのえー、っと和紙の世界に飛び込んで、自分で和紙の技術をあの開発して、まあ初代になるわけです。で、今35年経ったんですけどね。考えてたことっていうのは？ やっぱりこのままだと手すき和紙の世界がど,どっかなってしまうともうなくなってしまうとあの尊い職人さんたちの,あの本当に凍えるようなあの空気感の中で触ると痛いような水を使って紙をすくというこの尊い営みがなくなっていくっていう危機感から誰かが何とかしなきゃいけないと思って始めてでデザインもアートも分からないところから、えっと、全部自分で技術を見つけていったっていうのはあ,のある意味その時代にとって役に立つものに変えていかないと。 結局使ってもらえない使ってもらえないものは未来に送られていかないっていうことからあのなんとかその,使ってもらえるものにしたいとでそうするとどういうことが一番使ってもらえるものになるのかっていうと要望に応えることなんですよ。 過去から受け取った伝統道をどう未来につないでいくかっていうのはやっぱりもうおっしゃる通り皆さんがその時代時代の要望を叶えていくために自分のその世界で何をあの役に立てることに変えていくのかっていうなんかそういう感じかなと思うんですけどね。 丸い桶からシャンパンクーラー作られた時ってね要望に応えて次を生み出しましょう、ねうん、まあまあ、要望に、まあ、要望なのかもう、まあ、このままではもう桶、OK、ってなくなってしまうなっていう思いから今いろいろデザインとコラボレーションしていく中で新しい形を作っていくっていうことはしてるんですけど、まあ、あの僕が桶、OK、をほんまに残したいっていうふうに思って新しい形に変えていったんではなくてむしろその 桶を作るっていうその中に含まれてる知恵ですよ、ねまあ多分あの大木さんもその和紙をそのねあのこう構造からこうすいていくみたいなそういう多分それは初代やって言われててもそういうその西からのこういう流れがあってそこを途絶えさすともったいないとかあるいはその中に含,め含まれてるその人間の知恵の結晶みたいなものそういうものが。 やっぱりそのどうやってつないでいくのかっていうのはまあ少し実際何代目とか血のつながりがあるなしとかそういうこと関係なくやっぱりその脈々と人間がこうつないできたものがそこにあるんやろうなっていうふうには思いますよね逆に中村さんはインフィニティを背負られてるのか車を背負われてるのか車の工業製品としての車って130年以上前にできたものなんですけどでそこから出てきたなんかその車らしい 良ささだとかよさみたいないわゆる様式美みたいなのがやっぱり存在していて、うん、でそれはあの西洋でできた発明されたものなんですけどでそれに対してやっぱり日本で車を作るっていうなんかその世界に向けてチャレンジしていくみたいな、うん、そういうのはやっぱりモチベーションにあの、うん、仕事してるとこがあると思っていてでなんかそれを具現化しようとしてるのがやっぱインフィニティっていうブランドなのかなっていうふうに僕は思ってますね。うん、なんかすごく大きいものに アプローチしていく上で、まあ、日本っていう、なんか、まあ、我々のユニークな DNA を持っているところがあの、すごく面白いところなのかなと思います。うん、なんか僕も日本の美意識って、ね、あのなんかまあ相対性理論ってよく言いますけど、うん、まあそういうところ、一つあるんじゃないかなと思ってるんです。五、うん、年ぐらいまあ稼働を習ってまして。で あの例えばお花5種類,5種類3種類行、まあ、けた時に、まあ、目立つもものの、うん、大きいいいが強いわけじゃないんですよね、うん、そこにこう弱いものが一つ陰に入ることでお互いが引き立て合って、うん、なんかそういう,こう全体の中のそれぞれの要素っていうところにやっぱりあの美を見出すというかそこがまあ日本的な美意識なのかなと僕はちょっと日頃、うん 思ったりすするんんででけどね特徴なんですかねなんかそういうものがやっぱりあるのがあの日本ね以外のものと見てるとなんか常々なんかそんなことを感じますけど住んでるもんそこで仕事してるもんが考える京都と、えーまあ、その外の人たちが見てる、まあ、一種憧れの京都とっていうのがあるような気がしていて。 でも実はそれ両方大事なんじゃないかなと思ってもしその京都が憧れられるような場所でなくって普通の誰もに京,京都って思わへんかったら多分ちょっとみんな手抜くっていうかあの京都の伝統工芸みたいなものももう少しクオリティが低かったかもしれんと。でやっぱり自分らがなんか京都って言われるやからこれこういうもんじゃないとあかんやろうっていうような外の目も意識をしながら。 かっこつけすぎひんとかとかリアルな生活に根ざしてる部分とかその両方を合わせ持ちながらずっとなん,なんとなくみんなが京都っていうものを意識しながらものを作ってるっていうことが実は大事でそれが、ね、10年や20年じゃなくて、まあ、京都1,000年とかっていう単位で繰り広げられてるから他とは違う、まあ、ユニークなななな場所になってるんじゃいいかなと思います、うん、私自身京都ってあの高校大学と。あの 京都で過ごしたたんですけどであの親の実家も京都だった父親の実家は京都だったんで今でもまあここに住んでるんですけどあの割と各地を転々とした転勤族だったんです、うん、で京都に8年住んだ時に、まあ、古い歴史的なものがねすごくいっぱいあるのと、まあ、ある意味こうモダンと歴史的なものがこういい塩梅でこでミックスしてる感じがなんか独特にあの京都っぽいなと、えー、伝統と。うん それからなんかこう新しくなろうとしてるこうダイナミズムみたいなのがものすごくあの車のオーセンティックな,なんか価値をリスペクトしながらも何かモダンなジャパニーズ・ラグジュアリーでこう新しいものを作っていこうみたいな何かそういうのがオーバーラップして実は社内であのブランドの議論をするときにインフィニティは京都だっていうことが結構多いんですよ <laughs> で。そのの意味ってすごい長い長時間の中ので大事に しているものと、それからどんどん変わっていく部分とか、なんかその。ダイナミックな関係が。あの、インスピレーションとしてね、使っていけるんじゃないかなということで。ちなみに中村さん、京都来たら、好きなとこで、どこがあるんですか。好きなとこですか。<ー>僕やっぱり鴨川沿い歩くのが一番好き。<ー>それ地元民と同じですね。<laughs> 僕らやんでもいいことあっても鴨川歩くんで。<laughs> あの電動工具で、ちなみに、あの、これカメラ抜きに。 あのみんなあるあるなんですけど伝統工芸の職人で1回は親父と喧嘩して鴨川歩いたことあるやつ<あー> <laughs> 全員あると思う。いやでもいろんなインスピレーションが湧いたりねやっぱりあの自分を見つめ直す時には何か人と対面するよりもむしろやっぱり自然と対面してる方が見えてくるもの多いですよねもうそのねでも意外とその枯山水でもそうですけど京都のその鴨川っていうのは結構ね平安時代初期にこう大工事したら真っすぐにしてる。だからその ね、人工的っていうぐらい結構京都の地形っていうのは変えられてる部分があるんやけどその中に感じるこう自然感っていうかそういう感覚感性っていうのもすごく京都らしいなっていうふうに思います。バランスなんやろうねきっと。人工的なものとその自然のものだったりあるいはそういうね他のものづくりに関しても、まあ、革新と伝統が融合してたりとか。 まあ、そのバランスがすごく調和してるんですよね。京都という街と人が。バランス面白いですよね。バランスって誰が操ってるわけでもないじゃないですか。うん、でも、あのどん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 建物は立つし。そ,うそ,うそれはどこでどう釣り合い取れるかっていうのはすごい面白い。うん、道具がないと生きていけないじゃないですか。うん、食べれへんし。んあの段も取れないし。うん、で、<laughs> 結局やっぱり生物学的には人間で弱いじゃないですか。うん だからその食べるにしても結局道具がやっぱ人の媒体なんですよねでで僕は思うんですよくまあ経年変化であのすごく味が出るねってそれをよう言われることですけどもあの大抵のものってあのほっといいても多分きれいにならならんですよねあの汚れたままほったらかしにしてたらカビが生えたりとか表面が酸化して悪影響出たりとか結局やっぱりそれなりの手入れしてやらないと、まあ、あのやっぱりきれいに磨いたりとか。 まあ物によって手入れのやり方ちゃいますけど、うん、そこの物との人の関係性がよりその道具によってより濃くなるんじゃないかなって、それがなんかその経年変化の価値なんかなって僕はちょっと思いますね。うん、愛着も入いてくるしね。たまたま持ってきたのでこれで百年ちょい。すごい素敵。うん、で最初からこれ作ろうと思っても難しいですね。難しいですよね。<laughs> こうなると思って多分100年前作ってないはずなんですよね最初の頃で。<laughs> そうですよね。<laughs> 堂さんのお茶ズうちのおばあちゃんが使ったやつ今も僕使ってるんですけど結局経年化させようとして使ってるわけじゃなくて普通に使えてくれて結局手の指紋で油でこう色が変わっていくっていうそれの繰り返しで美しいものができるっていうだから作ろうと思っても作れない聞いてみたいんですけど、うん、あの多分デザインって、まあ、あのスケッチ変えたりそのコンピューター上で CG でやられたりもう一つ多分こう車のデザインの中でこう、うん、クレイで形を実際に作って僕らだっ ときって本当決めきらずにこう削ってみながら考えていくことってあるんですけどまあ今の車の中でもそういうこうあちょっとここ削ってみたらこのデザイン CG でしてたよりもこうなんかこうクレーンの中で変わっていく部分とかってあったりするのかどうなのかなんて、ね、<laughs> 最初は紙と鉛筆だしその次はペンタブレットと作りリかもしれないしでそのうちそれが直接 3D のデータ作成ツールになっていって。 であるタイミングでそれを立体化すするんですねその時に使うのがインダストリアルクレイっていう、まあ、粘土なんですけどでそこで初めてやっぱりその実際のフィジカルなものの,あの印象というかその線とか面だけじゃなくてなんか実際の重さだとかスケール感だとかそういうものを確認するっていう場所と。 えー、まあステージとそれをだからあのまあポリッシュしてかですねその後こうもうより良い形より綺麗な面とか線とかにどんどんこうあの手でそれは直していく作業なんですけどデジタルで見てる想像しているものと現実のものの距離をどんどん近づけていくっていうそういうやり方で形を決めていってます。佐川さんと堀木さんは自然の素材を扱ってる僕とかやぎあまあ小塚さんもそうですね。あと松林さんもそうですね。<laughs> で僕と八木さんんは金属なんですよでやっぱり僕らはミニ単位でもともと素材としてはこうピッチリしている中ででも中川さんとか堀木さんとかその時ねよく言われる季節とかに合わせないとやっぱりそのものもの一個一個に向き合わないとあの成り立たないとでそこでの違いっていうのも光源の中にもあってそのバランスのあれもすごい面白いなと思うんですけどね。多分100%私が頭に描いてるデザイン通りに作ってやろうなんて思って向き合うとろくなものできないんですよね。 だいいいた割ぐらいの偶然性が発生すするんですよで大体こう私たちのが思,い思っているこうしたいっていう作為が70%で偶然によるその自然が30%ぐらいが関わった時に本当に人間の力だけでは生み出せないような面白い柄が浮かび上がってくるっていう経験を何回もしてるんですけどだからそういうやっぱりバランス感ってすごくものを作るときに面白くてそれは多分金属ででも同じだと思うんですよねなんか人間の作為が入ることなんか変なものにな,な,なっていきますもんねなんか。 もう焼き物はもうその最たるもんでもう土台一生懸命やろうともう最後焼くっていう時にその偶然性が入ってくるでもそのんていうんですかある種委ねる部分と逆に委ねへん自分側がやる部分にまあ一生懸命なる部分とこのなんかうまいこと合うとそれが100点じゃなくて105点とか110点になったんちゃうかなみたいな瞬間があって。 でまあ、この瞬間が一番僕は何かこうものを作っててすごくこうでなる、ねうん、かやっぱり中間さんかの見たなんか工芸の人と喋って,てなんか僕あ俺だと違うなとかあここ一緒だなっていうのはあんのかなと思って、うん、まあ職人の方だとそれかその1世代1世代でこう伝承されていくものが車の場合だとそのモデルの旧型と新型の間にそういうことが関係が起きて、うん、でなんかその。 メッセージというか、その価値をこう繋げていくみたいな。で、そうやってできていくのがブランドなのかなっていうふうに思います。ええー、木買うのに、丸太のまま買うんですよね。そうすると、まあ、メインをオケ作るんですけど、オケに使えるところと使えないところとか。もう、それこそ、一つの形に収めてやろうって言っても、もう到底無理な話になる。だから、素材から得るものっていうか、その、むしろ自分がこうしたいっていう気持ちを抑え込んで。 僕はもうきっと出会った時にもう,もうその時にすでに「諦め」って言ったら変なんですけど自分の思いが強すぎて手の届かない領域があるだからそこをいかにこう詰めていくのかっていうのが僕の仕事にな,なるっていうところなんです、ねまあそういうところが気扱うのにすごい面白いところでありまあ一番難しいところでもあるお桶には使えないものっていうのの中に持つ魅力みたいなものを見つけて作品としては。 木の形そのままみたいな作品とシュッとした形っていう2つの形があってもあの見た目は対極なんですけど僕の中にとってはそれっていうのは同じっていうか、ね、よく周りからは「中川さんに気の声が聞こえるんでしょ」みたいな話をよくされるんですけど <laughs> いや実際気には口がないし気の声なんて聞こえませんよみたいなところででもやっぱりその経験の中からその。 あここにこう刃物を入れればこうなるみたいなそのこう記憶の塊みたいなのが今そこからこう形を引っ張り出せるみたいなところがあると思うんですけどあの、まあ、自分が新人の時にですね私の上司に言われたことがあってこ,れクレーこここれれれククレレを変えてくれってててくっっっが言言るよよわれたんですその頃はもは何のことを言ってるのか実は分かんなかったんですけどだんだんそのクレーモデルとこう、まあ、向き合うというか。うん あのようになってもうずっと長い時間こういろんな角度から見てるとなんかこう形の中で多分不自然なとこがあったりするんですよねでそれをそのすごく形として見たときにどっかがこう 違和感があるとかそれやっぱりでも物に対する愛情じゃないですかね、うん、そのいかにその愛情を持ってその,その目の前のものを見てるかっていう、うん、で私も紙すきするでしょそうすると噛みつきって水の芸術なんですよ、うんまあ、陶芸とかは火の芸術ですけど、うん、そうすると水の流れであの 例えば、バケツのこのあの水を流したら、水はどう生きたいかっていう。どの方向に流れたいかっていうことをしっかり考えてあげないと。変なデザインになるんですよ。こことここにバケツを置いて、ー能で流したら、こう水は流れて、こう自然にぶつかるだろうっていう。そこを読み取ってあげないと、やっぱりうまいこといかないんです。 だからどう流れたいのこの水はっていうのはやっぱり考えるんですね、うん、でやっぱりその声は聞こえるんですようこう流してほしい <laughs> <laughs> だろうなみたいな誰にも聞こえない <laughs>、はい、私には聞こえ,聞こえない紙の声 <laughs> 松林さんと喋ってる時に出てきた言葉であの簡単じゃなくて簡素なことイージーじゃなくてシンプルなことにこそなんかすごいラグジュアリー感があるんじゃないかっていう話をよく松林さんとはしてたんですけど そうです、ね、特にそのまあ日本っていうことを言い始めると当然日本の外側があるってなった時に自分たちのこう良いと思っているものを共有する例えばお茶をおいしいお茶をどうやって飲もうかってなった時にそれが複雑なまあ手前であったり所作があるとなかなかそれを共有できなかったりするでもそれはじゃそれをまあ簡単にしてしまうと実はそこに僕たちが大事にしたものは伝わらなくなってしまう。うん じゃあそのシンプルにするんだけれども自分たちの持ってたものをちゃんと伝えるにはどうしたらいいかって考えた時に出てくることがまあモダンななラグジュアリーだったりすするのかなとは思いますねあの誰も知らないことがラグジュアリーだってポロッと言われたことがフランスでそれ言われたんですけど、ね、それぞれのこう体験とか心の豊かさっていうのが生まれるのがまあなんかそのラグジュアリーってことなんかなって レアな体験をするとかなんかレアなものに触れたときにこう感じる何んですかねやっぱりそれをやるためにはどうやってその経験を作るかどうやって新しいものを作るかとか、はい、そういう、まあ、あのどうやってレアなものだとか初めて見るようなものを作るかっていうとジャパニーズミニマリズムっていう言葉を使ってよく表現するんですけどでそれってやっぱりあまり他になくて。 でそのシンプルなんだけどものすごいリッチな体験、うんえー、経験ができるっていうのをやっぱ目指してねものづくりをしていき,いきたいし、まあ、そうしてるという働かされてる人が作ったものにはもしかするとなかなかそこは見出せないのかもまあ本質的にまあ今僕らは議論しているようなラグジュアリーになってこないんじゃないかなとやっぱりその作る働くそれを作り出すということに対して。 まあ喜びを見出してるというか人生をかける価値を見出してる人の作るものがやっぱそういうふうになってくる。でもラグ,ラグジュアリーってやっぱり私はあの本物であることっていうのがすごく大事だと思っていて、うん、じゃあ本物って何かっていうと今おっしゃったね 出来上がったものも美しいけれどもそのものが出来上がる過程も美しいし、うん、まあ道具も美しいし、うん、出来上がったあたの経年変化さっきの、ね「ナッ、うん、チャツ,ツの感もそうですけど経年変化も美しいと、うん、もうどこを切り取ったって美しいっていうのがやっぱり本物じゃないかなって、うん、変なところがないっていうね、うん、その、はい、僕らは高原の,のものも多分車もそうですけど新しい時は新しいわけじゃないですか。 世の中に生み出されるものの多くは一生懸命作られてるもんででもそれが10年経って20年経った時にずっと大事にされてるもんかなんかやっぱりだんだんとこう愛情が薄れてしまって捨てられていくものかの際っていうのがまあきっとその作り出された瞬間にも 差がもそもそも生まれてしまってるんだろうなと思いますしまあ本物ってね堀木さんおっしゃいましたけどもやっぱりそういうものを作っていかないといけないんじゃないかなっていう,そういう意味で言うとなんかインフィニティの中であの FX っていう車があるんですけど FX ってあのスポーツクロスオーバーなんですね、うん。 スポーツクーペみたいなんだけどあのものすごく大きいタイヤでちょっと車のボディが地上から浮いててそのカテゴリーがなかったんですねスポーツカーなんだけど SUV ですっていうそういう車を出してですねいわゆるオーセンティックな車のかっこよさを持ちつつでも商品としては全然違う価値観があるというかオフロードも走れるスポーツカーでうーんすごいパワフルだシンプルにできてるっていうと あのでそのテクノロジーをねがないとやっぱそういうものってできてこないんで伝統的な車作りに対してチャレンジしていくっていう何か一つの例になってるのかな、うん、そのチャレンジの中にやっぱり思いがあったから、うん、そ,のその思いがもう思念みたいな感じでこうだからスピリットってよく使いますよね、うん、FX スピリット 私の場合はなんか皆さんからよく堀木は革新的な和紙を作ってるって言われるんですけどなんかこう革新的なことしてやろうとかテク,テクノロジーと何かこうやってやろうとかっていう思いは一切ないんですね。で何があるかっていうとなんか多分私の財産は無知だったことなんです若い時に。で銀行員から和紙の世界に入って全く独学でやっているので。 こうしたらできるかなと思ってやってみてダメだったらああしたらできるかなそれもダメだったらそうしたらできるかなってできることしか考えないと結果的にできることになっていく結局革新ってそうやってこう行われていくもんなんじゃないかなってすごくアナログ的な展開とか思考回路かもしれないけれどもま結果そういうことで生み出してこれたっていうのがなんかまあ私自身の現状なんです をを起起ここしししたいいいいいと思って確信を起こしてる人はいなないかもしれない、はい、やっぱりなんか結果そこから結果が確信やったっていう、はい、やるべきことをあの使命感を持ってやるっていう諦めずにやるっていうことですよね、うん、なんかそういうことが結局新しいものを生み出すあとは私があの巨大な1 0ー,ー以上の一枚好きの和紙をすくっていう時にまだ京都に工房がなかったので職人さんたちの倉庫を借りてこう原料をこう避けてもらって真ん中で自分たちで道具をこうあの作ってですいてたんです。 そして職人さんたちがちょっとこう気になって見に来てね一言ね捨てゼルフを残して帰った人がいるんですこんなもん伝統と呼ばんといてって俺らが作ってる和紙と全然違うわって言われて私は真っ青になったんですよそこで伝統と呼ばんといてって言ってるし私伝統をつないでいこうと思ってるけどひょっとしたら伝統を怪我してたり壊してることになってないかなと思ってこう考えたんです。でもよくよくく考えると伝統っていうのは 和紙の歴史1300年あるとすると1300年前に見つかった技術は革新だったはずですよねこの革新的な技術を100年後500年後1000年後の伝統に育てていけば新しい伝統になっていくだから今を生きる私たちが一から革新を起こしてそれを伝統に育てていくという動きも必要なんじゃないかとでそこから越前で職人さんたちと一緒に伝統的な技を使って救う技術と 京都に工房を作ってそこでは新しい技術だけをやっていくっていうことと2つの方向に仕事を分けたた瞬間からすすごくく革新的ななことややりやすくなった僕はやっぱりこう焼き物を親もやってる家で生まれててまあ本当にこうちっちゃい時からそんなに意識してないんですけどそこの前提にいるとふとした時に。 ヤってこんんなもんやろうっていうやっぱりこう固定概念に自分がすごくとらわれてる時が結構あるなってそれはまあ,あ人の作品を見た時に「ああこの発想では作ったことないな」とかっていうのを結構こうあの触れ合う機会が多くて。 まあそれはすごく刺激刺激になるし、まあ、やっぱりそんな自分やからこそできることもあるし、まあ、またそれを破っていくためにはさっきははったようなこう新しい他の人と仕事するっていうことが自分の殻を破るやっぱり一番の方法やなっていうので本当こうコラボレーションって僕結構そのためにやってるところがあるんですけど僕個人的には一生一度しかない人生なんでやっぱり子どももあの。 自分の道を選んでほしいなと。で、自分の道っていうのは何なんかって言ったら、仕事とか工芸って、まあ、これに携わると、ほんま、変な言い方かもしれないですけど、人生かけてやらないと、多分、成し得られないことって絶対あると思うんですよ。で、それが、やらされてたら、あの、職人としても、何も成せられへんし、一生二度しかない人生で、やっぱり、仕事は十字、なね熱くできて、家族も、楽しくできて、それ以外でも、仲間と楽しくできてって、で、考えたときに、やっぱり僕は、 子供がもし家業を継ぐんであればあのー、ねそんな気持ちで思ってますけどね、あのーまあ、実際おじいちゃんがいろいろやってくれたことっていうので今につながっていてておじいちゃんがあのー、道具を挙手しなさいって言われてそれを土に埋めて今に引っ張ってくれた。で 本当は茶筒作っちゃダメなものだったんだけど裏で作りながらばれちゃっていっ <laughs>、えー、捕まっちゃうみたいな今だったら言えるけどみたいな <laughs> でも一回警察捕まったりとかでもその時はあの薬屋さんをやりながらも手作りをやることを、ま、あの守ったりで戦後じゃあの機械製のものがだっと世界中から入ってきた時に機械製のものがいいものだ手作りのものなんて古臭いものだって言われた時代に、まあ、プライドなのか予算の問題なのか分からないけれどもやっぱ手作りを守り続けたおじいちゃんがいて今があるんだなって。 そう思った時に多分僕って何なんだろうと思うことも結構いろいろあっておじいちゃんがやってくれたこと親父がやってくれた次の代って考えた時に多分5667にするためには多分今の次の代がやりたいことをやれる土台づくりが多分僕らがやるべきことなのかなと思っていて,てじゃあ次は娘なのか息子なのか分かんないですけど誰かが次買い方をやりたいって言った時に僕より若い職人さんたちがいっぱいうちに来てくれていて,てそのこと たちとも、次の代をつないで、行かなければいけないんじゃないかなと思って。二週間に一遍、その百年先の開花堂っていう話をずっとみんなで。晩ご飯食べた、晩ご飯前にやってるんです。でも、その中川さんは逆に。よく言うじゃないですか。うちの息子とか娘がつがんでいいと。中川木工芸は。で、あの。うん、まあ、うちの親父、あの祖父が。修行してたところっていうのが、まあ、その時の、その。 一番弟子みたいなのが次の代と代で、まあ、それが結局技術継承していくのにはすごくこうあの合理的な考え方かなと思って,てだからその、ね、仮に自分の息子がものすごいボンクラやったりしたらその技術が劣化しちゃうじゃないですかそれの方が怖いと思うんで、うん、僕は多分その必ずしもそのこううちの子供たちに継がそうとは思ってなくて <laughs> まあこう。 現れる職人たちの中から次を継ぐ人間が出てくるやろうっていうふうに思ってるんですけどそまあ、そういう意味ではそのそれってやっぱり台が浅いからま通、あ、るところが2代目でうちが3代目みたいなところやからその背負ってるね16代とかとはまた違うね八木さんのところの6代目7代目っていうのとはちょっとこう大みが違うからかなっていうふうに思うところがありますけどね。いい 僕、二十歳で、家業を継ぐ前に、僕、家業を継ぐ前に、もう家業継いだら、もう先の八木さんのお話じゃないけど、海外とかも出れへんと思って、僕、海外に行きたかったから、僕、ジャマイカに行ってたんですよ、一ヶ月。一人で行って。で、その時代、携帯もなかった時代で、ジャマイカに行って、言語も喋れへんっていう中で、あ、 これ、俺ってこんなに何もできないちっぽけな人間なんて、まず気づいたんですよ。地球って広いんだって,って世界とか国っていう単位で見るんじゃなくて、地球っていうものの見え方が若干したんですよ。ジャマイカ行った時に。二十何時間かけて行って。で、僕、この家業をついた時に、あ、これで海外にもってなった時に、僕は結構ノリノリで、ジャマイカでいろんなこともつくずなからずできたから、海外簡単やろって、英語も喋れんけど、簡単やろと思って。で、行き始めて。で、ヤギさんと一緒に台湾行ったんですよね。 初めて行った時にうちって料理道具なんですよ。で、僕らの料理道具って日本の食生活に合わせてきたからこそ今の時代まで残ってる。逆に言うと他の国では全くみんみんなものなんですよ。そういう食材と料理はないから。でもそういういのは僕頭に無くて、台湾持って行った時には台湾人のお客さんがこのごまを入る機械で中に鶏肉を入れて油にこうつけて使っていいかって聞かれて。で、僕なんかその時もうカチッときて。 これはセサミンなんだよって、これ肉とか使えないよって、ちょっと怒り気味に言ったんですよ。ほな、いつも優しい八木さんが、その時にバッと来て、辻君なんだあの態度はって。なぜお前は初めて台湾に来てて、台湾の人が純粋にピュアに質問してることに対して、そのうっとしそうな顔をしたんだと。俺はこんなお前だったら一緒に行けねえよ世界って言われた時に、うわ、俺やばと思って、自分の中で変ななんか、世界は広いって言ってるくせに、自分の中での凝り固まった考え方を、海外の人に当て込んでた。 でそれで八木さんに怒られたきに「あそうかちゃ」ってあってしまったんでそこから20カ国いろんな国に行かしてもらったんですけどやっぱりいろんな国に行けば行くほどこういろんな考え方があっていろんな当たり前があって僕らには理解できない当たり前があってってまあなんか固定観念みたいなものをこう、うん、ね破壊してくれるじゃないけど日本の当たり前が必ずしも海外の当たり前じゃないっていうことに多分その。 あの鶏肉入れてこう突っ込むっていうふうな話をされた時に気づいたそれが芽生さんが指摘してくれたことやからね,そうよね必要とされてるわけだで,す、ねですね、やっぱり向こうの人と出会って結果向こうの人に対して押し付けることが多分僕らがやるべきことじゃないんだろうなと最初から分かってはったんですかそれいやでもそれはね最初ロンドンドに行って、うん ある一定の成果が出て、次呼ばれたのがパリだったんですね。その時に、あの、サムエを着てる中川さんに言うのはあれなんですけども、サムエを着て、日本っぽいコスチューム着てこいって言われた時に、毎日こうホテルからそれを着て、あの、歩いてる時に、3日目に小学生に忍者って言われたんですよ。<laughs> パリで。<laughs> パリ,で, <laughs> パリで,で。俺がやりたいのは、あのに、藤山芸者じゃないよなと思った時に、服を着替えた時に、向こうでの受け入れられ方が変わったっていうことを経験した時に、やっぱり僕たちのものを押し付けるんじゃなくて、向こうの人と何か一緒になって、 作り上げるここことととっってていいいううが大事ななんだなっていうことに気づいたのがやっぱりそこがあってこれから先を考えた時に僕その日本だから海外だからっていうことはあまり思ってなくて国境があるのは日本ぐらいだよねと思っているんですねその海があるから。だからそういうふうな中で世界中の中で僕たちのものって言葉とか関係なく使えるものなんでいけると思っているのでそこに入っていけた時に。 何かこう世界の関係性っていうことが変えられるんじゃないかなっていうのはもしかしたら今日生きてるメンバーだったら多分もしかしたらそういうことを一緒にやれれるメンバーなななのかもしれないなうよく言ってるのがその結局そういうその手間かけて心がこもったものっていうのがこの世界中に出回っていくことで、まあ、いわゆる宗教だったりイデオロギーを超えて、うん、その人々を国をつなぐんじゃなくて人々をその工芸でつないでいくっていうことができる可能性があって。うん そういうことによって世界の平和であったりこう幸福であったりみたいなものが実現していけるような世の中にできたらいいなっていうふうに思いますね文化は人をつなげるからね,ね以上でラウンドテーブルを終了します皆様今日は本当にありがとうございましたありがとうございますありがとうございます